マックグリドルベーコンエッグチーズマックグリドルはファストフードチェーンのマクドナルドが販売しているハンバーガーである。日本ではブレックファストメニューとして販売されている。2003年にアメリカで販売開始。日本では2007年に販売開始された。パンケーキにメープル風シロップが入って甘くなっているのが特徴。また上下のパンケーキの表面に マクドナルドのロゴマークが印字されている。ソーセージやベーコン、エッグ、チーズ等を挟んだ様々なバリエーションがある。アメリカや日本のみならず、カナダ、ポーランド、トルコ、グアテマラ、ニュージーランド、シンガポール、メキシコで販売実績がある。日本ではブレックファストメニューとして時間限定で販売されているが、2013年5月7日から5月末までの 期間限定ですべての営業時間で販売された。日本で販売されているのは下記の内上位3種である。日本国外のみの販売のものについては車体で表した。2004年に公開されたアメリカのドキュメンタリー映画スーパーサイズミーでは最後にモーガン・スパーロックから以下のメッセージでマックグリドルについて批判がなされた。マクドナルド・ジョインド・ライトイン。 スポーンスリングイベントザットショード。ハウヘルスコンシャスゼーハドビカムクリエイティング。プレミアムサラズ。エイティーザセームタイム。ハウエバー。ゼーオルソーマスターマインディドワンオブゼアファティスト。サンドイッチズツーデート。ザマグリダル。エーパンケーキ。ラップドケーク。プレスザットオンマイハートインテキサス。バッドキャンパックアズ。マッチファトアズ。エービッグマック。アンドハズモアシュガーザン。エーパックオブマクドナルドランドクッキーズ。 マクドナルドは健康面を意識するようになったイベントを提供し、プレミアムサラダを発売することに合意した。しかし、同時に陰でマクドナルド史上最も脂肪が多いバーガーが計画されていたのだった。マックグリドル、テキサスでパンケーキに包まれたバンズに心を静かみにされた。しかし、脂肪はビッグマックと同じくらい、そして砂糖はマックランドクッキー1パックよりも多かった。 ありがとうございます。